と、じゃあ何が残ってるんですか、ここ。あとやるのとしては、うん、まあちょっとめっちゃ怖いんですけど、はいはいはい。これの、うん、塞ぐやつを買い忘れたんで、ここやるのと。ああ。マスキングテープ貼っとけば。全部テープで解決させる。やめてください。はい。あとは、はいはい、あ、これね、トイレもこのままでいいよね。さっきと一緒じゃん。このままなんですけど、はい、あの、クッションフラーのが、端材が残ったんで、うんうん、あ、床張る？床だけでも、こう、パテ塗って、垂らして、いいね、うん、あの、木目にしたらだいぶ明るくなるかな、うん。あ、なるほどね。ね、私もね、こういう、はい、タイルの床に貼ったことあるんですけど、はい、目地埋めてません。埋めずに埋めずにやった。その代わり薄い CF だとやっぱボコボコするから、ちょっと厚みのある CF。厚みのある CF って。そう。でも余ったやつを貼るんだったら、埋めた方がいいかもね、はいはい。私はこのために買ったから、普通の CF って 1.8 ミリなんですよ。はい、で、2.3 ミリぐらいの、ちょっとだけ厚いやつ。ね、うん。土足 OK とかいいやつを、そのまんま貼って、歩いてみたけど違和感なかったです。はい。はい。わかりました。じゃあ、ここ CF です。うん。あとは、なのでやっぱ壁ですよね。壁を、ちょっとまあ、うんうん、どこまでやるかなっていう、1日2日で終わる範囲、壁を塗る、うん、塗り系。そうだね。下地作って壁紙はちょっと大変なので、うん、塗る系の処理で、うん、そうですね。壁を白くしたいなと思って、ね。ああ、もうモルモルでいいんじゃないですか、この壁。うん、モルモルかなという感じですね、うんうん。ここだけだったらね。まあ、ここはどうせ跡がついちゃってるからさ、やらなきゃいけないじゃない、うん、まあ、そうですね。ですね。今これ60ぐらいの。あ、これ60ですか？多分、これ750だと結構ギリギリになる。ギリギリ。うん、でもギリギリ入れた方がいいんじゃない？うん。やってる感じですもんね。あ、そうなんだ。はい、まあ、風呂ね、なんかステンレスいろいろ言う人いますけど、私全然ストレンスとか、ステンレス貸してますので、影響ないですよ。診療にも全然。まあ、帰るとしたらシャワーヘッドぐらいかな。そうですね。うん、まっさらの1000円ぐらいのやつでいいから。コースとヘッドぐらい、うん。ヘッド、そうですね。それぐらいでいいんじゃないですか。ぐらいですかね。うん。なんか最初はね、私もホテル仕様のステンレスとかこだわってたんだけど、もう風呂はさ、ホテル仕様じゃないから、まっしょだろっていう。そもそも。そう。だから白でいいよ。白の方が安いから。ね、うんうん。これさ、このさ、壁可愛くないですか？私こういう壁大好きなんですよね。この壁見て気持ち悪いって思う人も多分いるんでしょうね。僕はこれは時代を感じてしまう。いや、私これすごい新しいと思う。一周回って新しい。うん、すごく可愛いと思う。皆さんどう思いますか？私は大好きです。こいつぜひご意見伺いたい。ご意見伺いたいね。この物件のね、いいところは、仕入れ値が超安かったからね。そうですね。物件の肝は、買い値が安い。そう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 。もうね、不動産投資は仕入れが9割です。そうですね。買い値が安いと、はい、まあ、いくら貸した時の利回りも高いです。何でも許容できるじゃん。だってほらね、貸し担保がどうのこうの言ったってさ、結局お金かけたら治るんだから、安く買ってれば直せるんですよ。なので、うん、そういうこと。買い値が安く状態のいいのが買えたってことが、うん。そうだね。なかなかないけど、まあでも、じゃあどうやったらそういう物件買えるんですかっていう話なんですけど、もうどう考えても面倒くさくない人になることです。そうですね、うん、絶対にもう文句言いませんと、この人に言ったらあと綺麗に料理してくれて、もう綺麗に手離れができると、そういう風に業者さんに思われることが一番ですね。うん、もう文句言うなんて絶対にありえないから。ドアの軽さ、うん。あ、そうだね。出たって言ったらすぐ見に行くっていうね。5秒で買い付けだ。はい、行きますっていう。うん。そうだね。もうなんならその見に、うん。まあ、私はあんまりノールック買い付けはおすすめはしませんけど、でもとりあえず買い付け出してくださいって業者さんが言われたら、うん、出してから見に行くでも全然いいよね。そうですね。買い付けの条項に内見させていただいて、うん、こことここを確認させていただいて。なるほど、なるほど。で、うん、傾き。うん。雨漏り、うん、地面の横向きがないとか、なるほどね、そこだけは、うん、なんかやりますけど、うん、他のボロとか、うん、多少汚いとか、そうだね、残地物とか何も言いませんけど、条件付きで先に買い付け出して、うん、見に行った。あ、なるほど、なるほど、はい、うん。そうですね。それぐらいは全然、いいですよね。あとで、やっぱりまあ傾きはね、現地行ってみないと分かんないところあるから、行ってみてから確認ですけど、っていう、うん、ほんとそうなんですよ。すごい大事だから、安く買うっていうことは。もう不動産投資の唯一の失敗って高すぎる値段で買うことだからね。そうですね。買っちゃったらね、もう40年、50年持っとけっていう話ですね。高く買ってもまあまあ、うん、回る物件だったりですけど、そうそうそう。そもそも入居がつかない物件を買っちゃうと。ああ、値段じゃない問題だね。うん、特殊な能力が必要。どんな安くても入居つかないと、うん。そうだね。意味がない。もう自分が引っ越すしかないんだね、そうなったら。まあそうです。入居者見つけられないから、自分が入居者になるっていうね。それしかないよ、もう。必要ですよね、確かに。寂しいんで一人で DIY ができないので。ああ、はい、楽しくないよね。私もです。楽しくないので、私もです。やっぱ誰かと。え、で、てか誰かとでもやりたくないね。できるだけやりたくない。
昨日、うん、キムさんっていう分かる人に来て教えていただきながらなので、うん、結構やっぱやり方と手順が分かるとあまあ楽しいなって。ああなるほどね、はい、まあ、ちゃんとまあ正しいことを分かってる人と一緒にやれば、まあ、勉強にもなるし、最初その自分で本当に右も左も分かんない中、うんうん、そうね、別に好きでもないと、もうすっごい辛かったんですけど、時間もかかるし合ってるかどうかも分かんないしね、ある程度こう作業分かる人に手伝ってもらうとすごい楽しい。 なるほど深いです。はい、うん、まあ、DIY はね本当に向き不向きあるから、うん、好きなら趣味としてやればいいんだけど、ただそのお金を節約したいからっていう理由で DIY するのはおすすめしないですね。結局いろんなことが無駄になる可能性がすごく高いです。そうですね、好きな人が、うん、趣味としてやった方がいいと思います。自分の時間が一番大事です、ね、あ、そうですそうです、うん、本当にそう。特にサラリーマンなんてさ時間がないんだから、そもそも、うん、その間でできることやんないとさ、どんどんさ年取って物件の劣化スピードよりも自分が年取るスピードの方が早いからね。そうですね。そうだよ。もう貸せる前にさ、終わっちゃうから。これとか超可愛くない？和室もちっちゃい。あ、めちゃめちゃ可愛いじゃん、これ。ね。そう。うん。これとかすごい燃えるよね。私これ大好き。いや、これいいじゃない。可愛い。ねえ。え、だからさ、こういうのもあるから、やっぱ壁やんなくていいと思うよ。うん、確かに。このままがいい。お、壁やらずに。うん。合ってるもん。全然おかしくない。別に壁がさ、砂壁のままでも洋室表記できるし、うん、で砂壁ってすっごくペンキを吸うので、普通に塗ったら何回も塗らなきゃいけないんですよ。そうなんですね。うん、だからペンキ代がかさむから、やらなくていいと思いますね。もう十分です。何もしなくていいと。リバホームに来ております。リバホームで、これがないそうで、これ1個だけ買いに来ました。多分100円以下ですよね。なにシャワーヘッドいらない？やるならホースごとやりたいんですけど。ホースごと、ああ、そっか。ヘッドじゃなくてね。あ、いるな。あ、そうそう。そう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 。なんかこれ、もうちょっといい。もうちょっとさ、安いけど、もうちょっとさ、せめてこれぐらいさ、広いの欲しくない？これいくら？298だろ。それ、これ、これそんな高くない。だってさ、これいくら？これ1000円違いでしょ、こっちの方がいいわ。これでいきます。これこれさ、ちょっとダサくない？頭がちっちゃくてダサいっていうことですね。そういうこと、そういうこと。え、なんかその頭がやっぱりちょっと大きい方が良くないですか？でもそれ個人の感想だからね。まあ、じゃあ一番安いこれにしますか？これどう思いますか、皆さん。ダサいので。どうですか？ごめんなさい、ダサいっていうのは私の主観ですよ。いや、大丈夫です。ダサいのでこれにします。本当ですか？こっちですか？これかっこいいね。ワイド。うん。2980円。1200円差です。シャワーヘッド。シャワーヘッドでね。そうそうそう。まあ、これは本当に簡単だから、変更するだけ。ホームセンターって、もちろん部材も買えるし、ちょっとした修繕だったらさ、部分修繕お願いできるじゃん。職人さんさ、呼んだら1日2等分発生するけどさ、ちょっとした作業だけをお願いしたいんだったら、ここでもできるよね。はい。じゃあ今日の買い物、この3つ。終わりです。いいね。いやいや、その、これ3つ買ったらさ、5000いかないか。安いね。段取りが分かってないから、めっちゃ買い物を。わ、ね、かる。後から後から。そう。ああ、足りなかったとかね。うん。そう。古い物件とかさ、マイナスドライバーの、あの、ネジとかいっぱいあるから、ね、プラスしかないとかさ、もうその時点でさ、あ、マイナスダメみたいな。あるあるある。この床もさ、なんか戸建ての床に似てるよね。似てませんか、皆さん。これいいね。私燃えるよ、この床。DIY やらないって言ってるさ、このこの貴重な DIY 姿。やんないらしいのに、やらせてるっていうね。しかも自分の物件じゃないの。素晴らしいね。楽しみです。これ、インパクト自分のものですか？これ、自分のです。へぇ。でも、えらい。ちっちゃいのなんで、うん、パワーがなかったですね。うん、なるほど。なんかね、不器用さが伝わってくる動画だね、これ。いいね、いいね。顕微鏡の、うん、なんか、DIY がっつりやってる人からしたら、なんだこいつ。何この人って。でもね、これが普通よ。普通よ。あんまり DIY 慣れてなくて、普段、サラリーマンのお仕事やってる人ってさ、これぐらいだよ。そんな誰でも彼でもさ、速攻できるわけじゃないから。あ、いいじゃん、素晴らしいね。ちょっと斜めってきますね。大丈夫、大丈夫。そんなもん誰も気にしない。OK。完成でーす。完成でーす。終わり。次何があるの？障子上で。上でやる。はい、はい。あそこ汚しても大丈夫。あ、OK です。剥がし材なくなったんで、キムさんにあげちゃいました。剥がし材って何？障子剥がすとか。いらないよ。水で剥がれるよ。ハケで大丈夫ですよ。私、ハケで剥がしましたよ。びしょびしょにして剥がすってことですよ。そのさ、貼ってある枠があるじゃない？枠の上に思いっきりその、ここだけでいいの。ここ、ここ。この節で。そう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 。それでノリ剥がれるんですか？剥がれる、剥がれる。剥がし材使って昨日やってた。いや、いらない。水だったらタダじゃん。
出た。映えない DIY。いや、僕はまさか、DIY の現場ね、そう。確かに。これで湿ってるうちに剥がしちゃうんですか？しばらく置くの。置くと浸透するから、枠だけの方がいいよ。枠だけの、むしろ枠だけの方がいい。うん、そうです。太田さんもその DIY って。はい。やらないよ。やっていた時期はあったんですか？ないです。ほぼやってません。はい。でもなんかさ、やればやるほどドツボにはまるっていうか、汚いんですよ、とにかく。まあそうですよ。そう。仕上げが下手くそなの。これピリピリ？ピリピリピリ。ピリピリっと。うん。そうそう。悪いでしょ？白いの残すと、後で。話すのめんどいっすか？くっつくってことは、ちょっとまだ時間が早いか、水が足りないか。取れます？お、めっちゃ気持ちいい。お、いいですね。いいね。うい。おい、いいっすね。このままでよくない？わかる？この障子紙貼らない。枠だけ。あー。あ、ちなみに枠だけつけて貸してる物件もありますよ。枠だけにしたら、トゲダカ減りますけど、いいですか？いや、だってそれはさ、やっぱりその、トレダカのためじゃなくて、あの、効率のいい DIY っていうことをやってるわけだからさ、全然いいよ、そんなの。枠だけ残しとか結構やってますよ。枠だけでも全然かっこいいから、障子つけてとか言われないよ、全然。そうっす。うん、まあ言われないというか、言わせないというか。そもそもこういうのって言っちゃう。うんうん、こういうもんですっていうね。じゃあ、完成で。完成で終了しました。完成しました。じゃあこれあと取り付けて終わりにしましょうか、じゃあ。さすがですね。DIY は不器用って言うだけあるね。窓枠入れるのもうまくはまらないっていうね。逆だった。なそれ。あ、可愛いけどこれ、そうか、夜とかやっぱカーテンいるかな。どうだろう。まあ、カーテン欲しかったらつけていただく。うん。そうね。まあ確かになんかあった方がいい気もしますが。うん、ここ。まあこれはこれで昼間可愛いよね。はい、こんな感じでいい。なるほど、いいと思います。素敵です。はい、可愛いです。かつけてください。カーテンレールはさ、つけた方がいいよ先輩。パイセン。これはつけた方がいいよ。だってさ、ニトリで1000円で買えんだからさ、それはつけた方がいいよ。つけた方がいいです。うん、つけた方がいいよ。高く貸したいんでしょ？高く貸したい。それは、家電レールはつけた方がいいよ。安かったらいいけど、ニトリの白ですよ。一番安いから。うん、白。白が安い。4枚か。3メートルっていうのがあるから、3メートル足りるかな？でかいな。これ結構幅でかいです。幅大きいよね。そうだったらもう真ん中で切って2本。あ、あとあれがいりますよね。傘放置機。必須なのでつけないとダメですね。リビング1個。いやいや、全部。全居室。全部屋。あと階段。今まで管理会社につけろって言われた時しかつけてなかった。あ、でもね、あれはね、必ずつけなきゃいけないものだから、任意じゃないのよ、あれは。必須だから。傘放置機。傘放置機はね、安い時にもうまとめて20個とか30個とか買っとけばいいです。あ、照明みたいにいっぱい買っとけ。そう、いくらでもさ、買うじゃない、これからどんどん。1個で。上にビッてつけるだけです。あ、私いつもこういうところにつけますよ。こういうところに打ち付ければいい。うん、ビッて打ち付ければいいだけ。はい、そういうのさ、大工さんに頼むと1個あたり5000円とか取られるから、まあんなの原価は1000円だからさ。 OK です。わかりました。はい、終わりです。でもありがとうございました。網戸がなくて、網戸の代わりに外壁から金網を打ち付けたっていう物件があるんですけど高い人って僕が言うのはあれですけど、増えましたよね。さら地にして最後売ればいいっていうね、みんな簡単に言うけど、うん、それすごく難しいことだね、うん、実際は。